ちょっと無理。今回もクルセイダーキングス2の場、モニュメント、イボン、ヒスと理科実況していきたいと思います。前回は、アザイ討伐からスタート、足利に標準し、伊勢攻略の後中部国王になったところまで。無事中部国王には、なれたけど、年代はすでに1586年。本能寺どころじゃない感じまで来てるんだよな。年代関係なしに行けるところまで突っ走る予定だけど、信長の寿命はいかほどか気になるところではあるんだよね。信成の名は世襲制なので問題なし、今回も頑張っていこう。というわけで、飛び地になってる伊勢領が気になるので、一支軍に出兵しようと思うよ。一支軍は名張領主桃獅子が織田家の伊勢攻略時に獲得していたんだよな。なので、北畠くんの領有権主張で宣戦布告し奪い取っていくよ。今や配下の北畠に領地をあげる信成マジかっこいい。じゃあ、宣戦布告。地方領主レベルに全力出兵はもったいないので、山田軍だけに動員をかけて、さらに直轄領以外の黒人の軍を解散して、あまり気にしてないけど、動員長引くとうるさいんだよな。忠誠度が下がりすぎると普通に反乱起こすからあんまり無理したくないんだよね。で、戦争中に気になる報告が。あれ、北畠くん、領地なくなった。そんな気がするんだよね。一支軍の城を落として。和平タイム兵。不安だけど、北畠家に一支軍をあげる内容で。あれ、直属の君主が足利になってる。どういう条件かわからないけど、浪人状態から領地獲得で。なんで足利に配属なんだろと、不満に思ってたら足利くんが北畠を部下にくれたよ。ほんとよくわからないなぁ。少しでも足利勢力を削るべく、機内目指して食い込んでいくよ。伊賀国は配軍兵出兵。今回は領有権の主張がないので、徳を100消費して戦争を吹っかけていくよ。あ、配軍を征服開始。いつも通り、動員かけて、野戦で敵の軍勢を蹴散らして、城を落として。戦勝点 100%。そのまま和平タイム。あ、配軍領主を支配下に組み込んで和平で。食い込んだけど、直轄領増えるわけじゃないから少し不毛だったかなと思い始めたよ。不毛と思ってても止まれないのが織田軍。さらに食い込んでいくべく相良軍に出兵を計画。上司がいない単独領主は狙い目なんだよな。相良軍征服で宣戦布告。ただねえ、あくまで単独領主狙いは足利直属から織田家直属にするだけだから、勢力拡大に繋がってるかというと。黒人衆は増えるけど、織田宗家の勢力拡大には繋がらないってことか。てがないわけじゃないんだよね。複数の領地を持った黒人や大名に征服を仕掛けると、その領地を確保できるんだけど。今の2連戦はどっちも単独領主ってことは。今の話は適用されないってことだね。やっぱ不毛だな。ここは足利の勢力削減してると思って我慢だよ。この黒人強制怪獣策が今後意味を成していくと信じて。で、野戦で敵軍勢撃破したら戦勝点が 100% に。そのまま和平タイムからの征服完了。少しいびつだな。今日を目指して爆心した結果を解釈してほしいね。このまま行こうかと思ってたけど。朝倉討伐を実行に移そうと思うよ。朝倉って、結構大きくない。一時は三好が離反した足利を追い詰めてたんだけど、復活後は静かになってたんだよね。で、ここでなんで朝倉かというと、越前国そのものを侵略できる宣戦布告ができるからだよ。徳を200消費して、国を侵略する選択肢、一気に朝倉を滅亡へと追い込んで勢力拡大につなげたいと思ってるんだよ。
今まで軍をちまちま取ってたのに比べると、レベルが違う話だな。そう、越前だけで7軍、それを全ていただけるんだからね。じゃあ、織田家の命運をかけた越前侵略開始。朝倉軍総数で約10万。どう戦っていくの？戦略はいつも通り、相手の野戦軍を撃破し、城攻めをしていくよ。まずは直轄領に動員をかけて様子見していこう。あれ、朝倉軍が出てこない？どうやら反乱討伐してるみたいだね。そこに殴り込みをかけよう。銀河軍で激突、相手は約8000程度。こちらは約9000、何もなければ負けないわず。あ、勝家が。長く軍部用を務めていた勝家が寿命を迎えたようだね。67歳か、この時代じゃ十分かな。これからは息子たちに頑張ってもらおう。で、代わりの軍部用は利家で。利家も50歳か、あつ森的には終わりな感じだけどな。そういう意味じゃないみたいなんだけどね。思いのほか、朝倉軍が粘るな。押しは締めたから、そろそろ崩れると思うんだけどね。しょ、心象かな。まだ第1ラウンドだからね。徹底的に追撃をして、殲滅を目指そう。麦軍兵と思わせてもトス軍で第2ラウンド開始。今度は勝利。朝倉軍が激減したせいで、価値格モードに入ってきたね。え、寝返り。南条軍の黒人、マガラ君が朝倉を見限ったようだね。少し悲しい気持ちになるけどな。で、また。これは、崩壊が始まったようだね。今度は滋賀軍の黒人だね。負けは締めると、こんな感じに崩壊していくのか。もう何も言わない。てか、麦軍の黒人、旗色が悪くなってまた寝返りか。まあ、家を残すのが当主たる者の務めだからね。戦の最中の寝返りは、醜いと言って領地没収して処分にしたい。今度はどこの黒人かな。あ、朝倉軍壊滅。寝返り報告のせいで合戦の様子を確認してないんだよね。まだだったか。どうやら、壊滅した領主の軍を動員したけど、踏みつぶしちゃったみたいだね。憤りを感じるけど、寝返りと潔い自害。どっちがいいのか。答えは出ないだろうね。どっちも言い分と考えがあるだろうからね。朝倉軍は残り1000程度か。再度動員をかけたみたいだけど、もうどうにかなる戦力差じゃないんだけどね。今度はどこだ？滋賀軍の隣だね。あれ、愛宕って室町御所があったような。一時的に御所を確保した朝倉が崩壊していくのが戦国の習わし感があるな。今度は、若狭国味方軍かな。戦でも負け、味方にも裏切られ、気がつけば戦勝点 100%。 正直に言うと、戦勝点が 100% になったのに気づいたのはもう少し後。寝返りもまだ続くし、野戦で撃破しまくり、崩壊していく朝倉家。これが最後かな。もう朝倉家に戦う力は残ってないわず。わへーへ。
要求を飲んでもらい。和平で。というところで今回はここまで。無事朝倉攻めが完了し、越前を支配下に収めることができたよ。ただ、すべて黒人付きで直轄領は増えてないんだよな。今後は宗家の勢力拡大、織田家の勢力拡大と同時にこなしつつ、やることが多すぎる。暇よりはいい感じじゃない？確かにね、どうにかこうにかして頑張っていくのが楽しみでもあるからね。じゃあ、次回のさらなる織田家の勢力拡大をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。